上田綾瀬保護者の会の反応。憧れの選手とユニ交換してニッコニコの綾瀬上田綾瀬がインスタグラムを更新。今年3月に行われたコロンビア代表との試合で、憧れのファルカオとユニ交換したことを明かした。上田は小さい頃からの憧れの選手と同じピッチでプレーすることができて、とても幸せでした、と投稿。また、ファルカオは彼とは直接話した。 個人的にもそういった言葉をかけてくれたし、そういう感情を持ってくれるのはとても嬉しい。と語った。ユニフォーム交換は激アツ。これが見たかったです。夢叶えられてよかったね。ファルカオとアヤセのツートップを見たい。代表戦で勝利導いてくれると信じてる。素敵な時間が過ごせてよかった。 未だに代表のファルカオすごい。いい笑顔。言われてみれば確かにファルカオっぽいプレースタイル。ファルカオ選手を越せるような選手に。